はい、田中球児です。今回ですね、新しい闇ガチャ出たんですけど、この目玉の商品はもう持ってるんですよ。これ1050GS、 まあなぜなら再販のドローだからっすね。いやでもさ、ちょっとこれかっこよくない？このアスバル、これ欲しいから今回ね、ちょっと引いてくわ。で、なんでケチな田中球児がドロー引いてるかっていうと、バトルマの大会出たら 15000CP をもらえたからです。まあ、なのでケチな田中球児さんもね、まあ引いていこうっていう感じです。じゃあ引いていきましょうか。お願いお願い、もういいでしょう。さあ、かっけー、かっこいい。ということで撤退。かっけー。独自サイトではないけどね、目玉ではないんで。ほらー、独自サイトじゃないっしょ。ということで、このかっこいいアスバル使っていきたいと思います。カスタマイズはこんな感じですね。プロゲーマーに教えてもらったカスタマイズ。じゃあどうぞー。そしてナイフも持ってきた。かっこいい。でも刀にしてほしかった。 UGH 暗号ですか。近接武器全部刀にしてほしいほど刀好きだわ。ということで、アスバレル使っていくんだけど、まあ強いね、正直。まあ最強武器の一角だからね。アスバレル、 MX9、 PP19、 M13、 この3つが、4つが最強じゃないですか。あと AK117。基本的にやっぱね、近距離強いよな。やっぱね、強い武器ってね、なんか意味不明な近距離の強さが起こってる。だって敵は強い武器にガンマッチしてると、このゲームさ、秒で解けるよな、マジで。秒で解けんだけど。敵どこいんすか。これポコリすぎてんか。敵いねえわ、ポコリすぎて。負けてるけどな、スパ場は。ここいるっしょ。なんだお前ら、なんだお前ら、何やってるんだここで。おい、3人も同じところで、お前何やってんのお前そこ。そんな仲良く3人いるってある？それ珍しすぎねえか。ってことはさ、あ、いた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 。これスナイプ、いやー、これ見てくると思うんだよね。ナイス、オッケー、やれやれやれ。味方を犠牲にじゃない、今のは味方との連携作業。 UAV 出して、いや俺の様子だとさ、あそこに3人いるってことは多分結構さ、やっぱあれだよね、ちょっと待ち気味な人だと思うんだよ、あそこに3人いるって。結構なんかグイグイ攻めていい気がする。いる？いねえか。よし、どうしよう、これOK？ やっとアスバレルつやべえな、最近 PP19 アスバレルといい、やっぱ強武器しか紹介しない男だと思われてる。 NA45 といい、それ負けるってあるか今の。ってことはあそこ3人いると思うんだよね、俺の読み。あそこ3人いるんじゃない、多分あそこ守るようにしてると思うんだよ。でも奥の建物とか今ってんじゃないかな、奥いるんじゃない、いねえか。絶対見てると思うんだけどな、ここら辺。え、またいんのかな、あそこ。いや、俺のもんじゃ、俺のキルは。いや、ここいい、めっちゃいそう、ここ。ここめっちゃいそうじゃない。ガチ芋じゃないですか、あれ。あれガチ芋ってるよな。で、ウィールしょ、これ。俺の読み気づいてると思う。どこで芋ってんの、これ。上で芋ってる、上で芋ってる。何、ちょっと壁抜きして、俺うまいですよ感出してんね、これ。これで終わりじゃ。はい、はぁー NA、 あいつ、OK？ これ勝てんの強すぎだろ。これ今回芋討伐動画出していいですか。まあ、いやー、上か、だりーなー、それ。 OK？ OK？ ここに楽しいなー。 OK？ 強くね、アイアムゴッドか。救世主田中球児だろ、これ。今回救世主だろ、これ。今回正義の立ち回りだろ、これ。俺、芋掘り田中、いつも芋ってる田中球児さんがなんと芋掘りをするという歴史的な動画ですよ、これ。田中球児とは芋気持ち悪い、お前いつも待ってんな、頑張ってすりゃ強いと思ってんだろって言われてる田中球児だけど、今回は。いやー、そこロックオンかー。やっぱ MK2 とはいえムカつくわ。もう、待ってね、これ上で、OKOKOK、ここから、あばよ。これでもう登れまい、あの上には。俺はお前らがあの上に登れないようにしたいだけ、OK？ ここ決めち。いやー、顔出さねえよなー。俺が掘り行ってきますか。俺が、芋ちゃん。おもんだー。しかもさ、ちょ、おい、邪魔じゃ、邪魔じゃ。
ッケーオッケー、危ない危ない、待って、クソ犬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 来てるクソ犬来てる、あぶね、クソ犬とか害悪の存在許すな。犬に殺されてマジでムカつくわな、このゲーム。犬に殺されて本当に腹立つし、そしてセントリーが何も仕事をせず帰っていったな。何も仕事しなかったセントリーが。俺の奴だってこれ上いると思うんだよな。いねえか、やるじゃん。おい、なんだそれは、お前なんていうところんじゃそれ、なんでそんな、そこいたんか、しかも横よくいたのか、普通に気づかんかったわ。一発持ってなかったからね、横の人マジで一発持ってなかったよ本当に。ここまで来ると芸術の域だな、ガチで。オッケー、強い。エイムやばかったけどな、エイムやばかったけどな。待って、俺エイムアシスト切ってね、エイムアシスト切ってて、キルレさん神の子かな俺は。さてやっていきましょうか。エイムアシストでキルレさん、つまり分かりますか俺、エイムアシスト神枠っていうのは、エイムアシストあったら、これ、キルで100いきますよ。ここも華麗にやっていくと。で、やばいわ、エイムアシスト、やっぱエイムアシストやばいわ。これ、キルで100あるんじゃねえか、マジで。で、これで、いやー、打ち合わないか、打ち合わないか、そのグレネードで、俺の焦りを招いて、OK？ これいけるよ、全然。勝ってるよ。ハマス？まあ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 。ちょっとラグかったね、今まで。この試合。ちょっとラグみがあったわ。オッケー？やるじゃん。で、こっちから来たってことは、そっちがオッケーオッケーオッケー。もう完全に。悪いけど、読んでるわ。読んでるよ。読んでるよ、完全に。ここで待つ、相手。オッケー？なんでミリアと、この部屋すげえラグ！ 100 発ぐらい弾消えてる、おそらく。恐ろしいね、これ。この部屋ラグすぎてやばい。オッケー、ああ、消えてる消えてる。今500発消えた、弾。怖い、お前ら気をつけろ。お互い弾消えて。いるね、これ。ナイス？ちょっと冷静になるわ、これ。ちょっと冷静になる。オッケー、やるじゃん。ここで一旦待つと。ちょっと回線が、部屋がマシになったかな、ちょっと。ちょっとラグ直ってきてんね。最初の不調だったけど、かなりラグがマシになってきてるわ。で、ここ来るんじゃない、みナイス。ってことはここ来るかな。俺の様子だとあそこ味方が抑えてるから、なかなか。オッケー、もうね、甘いですよ。さっきまでは俺が打ち合い弱かったのはあくまでラグが原因。ここからはラグなしの本当の打ち合いが、打ち合いやばいな。エイムアシスト、エイムアシストやべえ。これ裏来てるよ、裏来てるよ。味方やってるか。オッケー、この頭、いやこの頭一回抜けねえな、さすがに。スナイパーでしょ、あの距離はね、打ち合ったらダメよ。で、ここ来るよ。多分俺の読み。あった、あるじゃん。もう一人来るんじゃない、もう。で、隠れなくてもいいのに。隠れてどこ行っちゃったな。OK？ 何それ、なんでそこで刀なんか構え、嘘でしょ、そのタイミング、ラグ、なんでそんなタイミングいいんだろう。OK、やるじゃん。危ない。やっぱあれかな、ナイフ持ってきてるから刀が浮気してんのかな。OK？ やるじゃん。もう、負けはなし。オッケー、やるじゃん。マジ強いの、ほんとに。オッケー、やるじゃん。いや、これは打ち合わない。これはね、エイムアシスト聞いてない。無力化されてたわ。やるじゃん。で、俺のスタート、こっくるよ。来ねえか。ちょっと読みが外れてんな、ラギーから。ラギーって読み外れんだよな、マジで。オッケー、やるじゃん。で、俺のスタート、これカバー来るんだよ、こっから。もう来てたね、やっぱ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ラグ治ってきてんな、かなり。で、一旦来るよね、これ。いやー、ラギーラギーな、マジで今日。やばい、ラグ。北極サーバー繋いでんじゃないかな。今のも本来だって当たんないんだけど、オッケー、やれるやれる。いやー、ま、今のラグくね、ほんとに。今、ほんとラグくない、今までラグくない、ほんとに、ほんとにラグくないわけじゃないけど。オッケー、いやー、なんで俺のスパローは効かないのに、相手のスパローはちゃんとさ、そういうタイミング、いいタイミングくんの。いや、俺の様子だとね、これこっくるよ。やっぱいるわ。いるわ、ここ。いやー、マジか！いやー、まあ、撃たれて、いきゃよかったのにな。ちょっとラグかったか？ということで、今回、アスバレルの神スキン使ってきましたが、なんか最終盤ラグいしかいけなかったな。まあ、実際ラグかった。ラグかったよな。ラグいわ。今、ラグい。今、ほんと相手、見えてなかったんだもんね。多分ラグいわ。オッツ。
男の子ってこういう色のスキンほんと好きだよね。いつも赤のこういうなんかちょっと闇の赤みんな好きだ、男の子って。